7. 里川温泉は、千葉県君津市にある温泉。日帰り入浴も可能な宿泊施設が1件存在する。客室は和室をご部屋がある。加水、消毒、循環は、一切なく、花にのみ。また日帰り入浴は880円。いろりを囲んで食べる焼き物料理や、獅子肉などのジビエ料理が名物となっている。周辺には、井戸が点在しており。 清水が湧き出ている。尾津川に位置する温泉地。暴走丘陵に囲まれた、歓声な自然豊かな渓谷に位置する。渓流では、早追い川釣りが行える。県央道木更津東 IC より国道410号、国道465号を利用。通年運行の公共交通機関はない。JR 久留里線久留里駅、上坂亀山駅等から予約制の機密し、 デマンドタクシーを利用することが可能。また、2016年から紅葉シーズンには、市原市、君津市、大滝町による実証運行として、上ズ中野駅、養老渓谷駅とクルリ駅を結ぶバス、房総里山号が運行されており、7、里川温泉での乗降が可能。AB、養老渓谷近くの温泉宿、いろりの宿7、里川温泉。 日本の人湯。2019年4月26日閲覧。オフィシャルサイト暴走の人湯いろりの宿7、里川温泉。7、里川温泉。2019年4月26日閲覧。7、里川温泉千葉では、珍しい流行船、魅惑の温泉案内第54回。さらい .jp、小学館の雑誌。さらい公式サイト。 2019年4月26日閲覧。君津市デマンドタクシー君ピョン号で観光利用。君津市2019年5月4日閲覧。暴走里山号の運行スタートについて小港鉄道2019年5月4日閲覧。ありがとうございます。